インスタントタンクシリーズ M-48 の完成品インスタントタンクシリーズは緑紹介が1960年代に発売したミニスケールの戦車プラモデルのシリーズ。1980年代には同友社がチョロタンの名称で再発売した。緑紹介は初期のプラモデルメーカーの一つで1960年にプラモデルの発売を始めている。インスタントタンクシリーズは フリクション動力により走行が可能な1、76スケールの戦車のシリーズで、当初は50円という安価な価格帯で発売された。1965年にドイツの戦車4点とアメリカと旧ソ連の戦車、各2点の計8点が発売され、1967年に日本の戦車が2点、さらに1970年にドイツとフランスの戦車各1点が追加され、 全12点でシリーズが完結している。また、1968年には当時発売されていた10点を5点ずつ1箱に入れたセット2種も販売されている。1978年に緑商会が廃業した後、本シリーズの金型は同友社に引き継がれた。本シリーズでは、オーストリアのロコのミニタンクシリーズのように天輪とキャタピラが一体で成形され、 上部構造も多くの部分が一体化されて、部品点数が抑えられていた。そのため単に組み立てるだけであれば、製作は容易であり、インスタントタンクというシリーズ名称もそこから付けられている。走行用の車輪が底面から飛び出しているが、フリクション動力式のため、一部の全イ動力式戦車のように側面に巻き上げようの穴は開いていなかったので、動力を省略すれば、 スケールモデルとして組み立てることも容易だった。176という縮尺はイギリスのエアフィックスの戦車モデルに合わせたもので、鉄道模型の大スケールに対応している。日本では1973年頃から富士見模型や日東化学などが176スケールの戦車モデルの発売を始めており、その先駆けと言える。初期に発売されたキット発展はべてエアフィックス。 または、ロコの製品の影響を強く受けている。パンサー、スターリン、シャーマン、3号突撃砲の4点は、形状、寸法とも、エアフィックスのキットを参考にしており、パーツ分割は大きく異なるものの、完成品の形状は、エアフィックス製品に告示している。他の4点は、ロコの製品を参考にしており、パーツ分割も大差のないものとなっている。 4連装対空戦車などは、ロコの1、87スケールからほぼ1、76スケールにスケールアップされ、ディテールも若干異なっているが、キングタイガーは、サイズ的にも、ロコと大差のないものとなっていた。続いて発売された日本戦車2点は、完全なオリジナルであり、形状的に問題点は少なくなかったものの、このスケールでは長らくほぼ唯一の製品と言える。 状態が続いた。最後に発売された2点も当時は他にどうす発売当初はパッケージにイラストを使用していたが、ほどなく当時としては珍しい、組み立てた製品の写真を用いたパッケージに変更された。本シリーズはアメリカのアム社とイギリスのリコ社からも販売されている。どちらも緑紹介のものに若干のアレンジを加えた。 独自のパッケージを使用している。アムは鉄道模型をメインとするメーカーであるが、1960年代から70年代にかけてエアフィックスのプラモデルやロコのミニタンクシリーズ、日本の富士見模型や今井科学、緑紹介などのプラモデルの輸入販売も行っていた。インスタントタンクシリーズについても、1969年より当時発売されていた10点の輸入販売を 行っている。製品番号は緑紹介とは異なるものが付けられている。1970年代前半まで販売は続けられているが、最後期2点の販売は確認されていない。リコは1960年代から70年代にかけて日本のタミヤや富士見模型、日東科学など多くのメーカーのプラモデルの輸入販売を行っており、1968年度の カタログにはインスタントタンクシリーズの初期発展も掲載されている。輸入販売は1970年代まで続けられ、最後期の AMX-30 までの日本戦車2点を除く10点が発売されている。同友社は1983年にチョロタンの名称で全12点をプルバック式前イ仕様に回収して再発売している。パッケージは 製品の完成品の写真を用いている点は、緑紹介時代と共通しているが、コミカルなイラストが配され、全体的にポップなイメージのものとなっている。製品番号は、緑紹介時代とは異なるものとなっている。同友社は、旧丸三製の1、100航空機キットを、と総済みとした翼コレクションが成功したことを受け、2002年より走る。 戦車軍団の名称で本シリーズを塗装済み完成品としてブラインドボックス仕様で販売した。発売は4社手術3回に分け、各回塗装違いも含めた6種シークレットとする予定であったが、発売は第2弾までで終わり、第3弾は発売されなかった。塗装済み完成品とはいえ、ワールドタイクミュージアムシリーズなどの精緻な造形と塗装を見慣れていた消費者には、 本シリーズの大味な造形と塗装は受け入れづらく、またシークレットが金や銀の単色塗装だったこともマーニアの興味をそぐ結果となった。下記に製品の一覧を各社で発売された際の製品番号と共に示す。ただし、リコに関しては1968年度のカタログに記載された番号と実際の商品に付けられた番号、同友社に関しては、 チョロタンシリーズの番号を示す。また名称は、緑紹介での発売時の表記に準じる。補足、走る。戦車軍団シリーズの製品一覧を下記に示す。本シリーズは、ブラインドボックス仕様で発売されたものであり、製品番号及び名称は共通パッケージ理念の表記による。ドイツキングタイガードイツヤクトパンサードイツヤクトパンサー。日本、61式戦車日本。 4式中戦車日本、4式中戦車スペシャル日本、4式中戦車ドイツパンサージー型、ドイツパンサージー型ドイツスリー号突撃砲、ドイツスリー号突撃砲アメリカ M48、パットンフランス AMX-30、スペシャルドイツパンサージー型。ありがとうございます。